はい。皆様、こんにちは。かぶくんです。今日はですね、羽生選手がフィギュアスケートを引退した後のセカンドキャリアについてお話ししていこうと思います。 え、フィギュアスケートの選手はですね、セカンドキャリア、えー、非常にこう、まあ、意外と難しいとされますね。えー、もちろん、羽生選手くらい、えー、活躍できれば、えー、セカンドキャリアも明るいかなというふうにも思うんですけれども、えー、意外と、あのー、結構ね、えー、活躍した選手でも、その後のセカンドキャリアが、なかなかうまくいかない人が結構多かったりも、えー、してるんですね。はい。 えー、もちろんその後芸能界に出てって成功してる人も結構多いので、えー、そういった意味では、あのー、まあ最近分かる人も多いなっていうふうにも思うんですけれども、やはりですね、えー、知られていない中では、ちょっとこう人生苦戦してしまってるっていう方も結構見られたりしますので、まあ、ちょっとね、えー、フィギュアスケートがあのー、 セカンドキャリアというのは、ええー、難しいというふうに、ええー、あの、作っていくのがね、日本の場合は難しい。世界の場合ですと、ええー、例えば、大学に入り直してね、ええー、医者になったりとか、ええー、それから、ま、弁護士になったりもできるんですけれども、日本は少しこう、まあ、20代中盤、まあ、前半からね、ええー、中盤で、ええ、終えて、大学をね、新卒で終えた後、新卒になっちゃいますので、そこからのセカンドキャリアを形成するのは本当に難しいんです。 ですので大、大学をね、卒業したら引退して、えー、就職をするという人が非常に多いっていうのも日本の現状かなというふうにも思いますね。はい。なので、まあそういった中で、えー、その活躍した後、例えば30歳くらいまで活躍した後に、えー、そこから就職したりとか、えー、人生をね、えー、作り上げていくっていうのが、えー、日本の場合すごく難しいんですね、やっぱり今の。ただ最近ですと、やはりそういったあの考え方も変わっていくたっていうのがありますので、えー、だんだんね、えー、その、まあ30代になっても、 自分で起業したりとかっていうのは、まあ、割とね、えー、まあパソコンとかを使って研、えー、業できるようになったんでね昔と違ってなのでそういった意味では、まあ、少しこうセカンドキャリアも形成しやすくなったかなっていうふうには思いますね、はい、では羽生選手はね、えー、まあその逆にですね羽生選手ぐらいになってくる逆にすごすぎて難しい感じてしまうかもしれませんねいろんな選択肢があると思うので、はいまあ、ですので、えー、逆に、ね、その羽生選手の,その選択肢あのど,なんかど,うどういう たね、人生になるのかについてちょっと僕はお話ししていこうかなというふうにも思いますね。はい。別に今日はそのトップ3とかねこうう、こういうふうになるんじゃないかトップ3みたいなっていう感じではなくて、少しこう順序立てて4つぐらいのね、その、なんていうのかな、段階で段階的にお話ししていこうかなというふうにも思いますね。はい。まず1番目ですね。はい。いきなり1番目からちょっと怒涛になっちゃうんですけれども、 怒涛というかありえないですけども、こんなことはね。はい。えー、ちょっと待ちくださいね。一番目は、もうこれ少し前にお話ししたかと思います。はい。うん。これですね。一<れ>番目。 はい。引退しないということです。はい。まあ、そもそもフィギュアスケートを引退しない。いや、引退できないんじゃないかというふうにも思うんですね。はい。まあ、こんなに、えー、もうこれほね、ファンをね、えー、こんなこと、これくらいファンをね、えー、その、なんだろう、喜ばすようなことはないですね。引退しないっていうのは。はい。まあ、ちょっとあの、もちろん引退ね、えー、年齢を重ねてくるとね、えー、難しくなってくるんで、まあ、さすがに引退しないっていうことはね、まあ、ないんかとは思いますけれども、ただですね、羽生選手の今のその、 状態を見ているとそれくらいの感じをするわけですね。えー、そのもちろんこだわりがもちろん多すぎるこ,こだわりがかなり多い。えー、例えば。 あの、どんどんね、例えばこだわりのジャンプ、四回転アクセルも今練習中ですけれども、それを成功した後に、四回転アクセルをさらにね、成功させてくるような選手が、羽生選手の下からどん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 来るわけですね。で、それで、羽生選手は、えー、その負けず、好きっていうかね、負けることをね、えー、逆にこう好んで、えー、そ悔しいと思ってしまって、で、そして、どんどんこう、逆境とかね、そ壁とかが出てくるたびに、それを崩していくのが好きな、 え、タイプの方なんじゃないかなという,うに思うわけですね。はい。ですので、えー、こう、下からどんどん来れば来るほど興奮して、えー、フィギュアスケート引退できないんじゃないかなというふうにも思うわけですね。はい。あとは、先ほども言ったように、こだわりのジャンプ。例えば、4回転アクセルともちろんそうなんですけれども、まあ、そちら、それも多分成功できると思います、僕は。はい。で、その後ね、えー、その4回転アクセル成功したらどうするかというと、えー、5つのね、ジャンプができるわけですよ。はい。で、そうすると残るジャンプは何かというと、えー、フリップジャンプ。これもこの前お話ししました。 えー、4回転フリップ、えー、まずフリップジャンプのアウトサイドがちょっと気になってしまうのでインサイドの手に、えー、ちゃんとフリップジャンプを飛んだ上で4回転を挑戦してくる可能性もあるというわけですね。そうすると6種類全部の4回転ジャンプをプログラムに入れる構成というのも夢ではないのかなと思います。そしてあとの2つのジャンプはトリプルアクセル8つのジャンプは、ね、全て3回転半以上というね本当神プログラムになるんじゃないかなというふうにも思っているんですがじゃあそれでそれを果たした後に 引退するかって言ったら、やっぱりね、えー、ちょっともしかしたら5回転ジャンプをね、ルール上 OK になる可能性もあるわけです。はい。5回転トーループを飛んでくる選手も、えー、ロシアでは補助人付きです、え、補助人じゃなくて補助付きですけれども、えー、出てきているので、まあそういった意味で、まあ、羽生選手も、えー、そういった若手、えー、5回転ジャンプを飛んでくる若手が出,出てきたら、やべえ、俺ちょっと引退できねえやってなって、いつまでも引退できずに、ずるずると、えー、まあ、ずるずるとじゃない,ないですね。えー、あのー、まあ、あの、なんだろう、えー 俺の,俺の上に出てくるんじゃねえみたいな、俺の上に出てきやがって、えー、その後にこう俺が引退できねえよみたいなね、そんな感じになってしまうと思うんで、いつまでも引退できない説っていうのも、まあ、なくはないんじゃないかなというふうにも思いますね。はい。そんな感じですね。はい <coughs>。まあ、あとはですね、やはり現役にこだわるっていうのがあるわけですね。はい。ちょっとお待ちください。現役にこだわる。 あの、プロのね、道に進むっていう考えもあるんですけれども、羽生選手は、どちらかと言ったら、この、現役にすごいこだわりそうな気がしますね。どちらかと言ったら、こう、戦う。 誰かとこう勝負をして戦うことでこうフィギュアスケート楽しいっていうような感じがするので、まあ、アイズショーとか見てても生き生きしてるんですけれども、まあ、あの、やはりね、試合とかの方が羽生選手は生きてる、なんかこう生き生きしてるなっていうふうにも思うんですね。ですので、え少しこう町田さん、町田達さんとはえ少し考え方が違う可能性がありますし、え、こうフィギュアスケート芸術性というよりも少しこうやはりね、えー、 たあの、戦場みたいな戦場本当はあの、戦いの場合のような感じっていうのを羽生選手を見てるて、見てると思いますので、まあそういった意味で現役にこだわるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。 はい。まあ、ですので、まあ、プロの世界に進む可能性もあるんですけれども、まあ、僕はどちらかと言ったら、フィギュアスケートは、羽生選手は、現役の方が、えー、まあ、似合っていると言いますかね。えー、なんて言うんだろう。あの、その、なんて言うんだろう。羽生選手自身も、えー、現役の方が楽しいっていうふうに思うんじゃないかなっていうふうにも思いますね。はい。そんな感じです。 で、えー、っと、じゃあ、ここからね、どのようなお話をしていくのかといいますと、実はね、ここまでのお話というのは、以前もしたんですね。まあ、ですので、えー、まあ結構ご存知の方も多かったと思います。ここからちょっと新しいお話をしていこうかなと思います。かなり怒涛かな。怒涛というか、まあ、あの可能性あるかなと思います。本当に。はい。えー、っと、では、えー、3つ目。えー、これですね。ちょっと、あのー、ここから、あれなんですけれども。あ、失礼。えー、っと、これですね。 うん、どうしようかな。えー、っと、オレンジで。第3段階。えっと、はい、これですね。海外入れ枠。海外入れ枠の可能性があるんじゃないかなっていうふうにも思うんですね。で、 ただの海外留学ってこれまでカナダに遠征をしたりしましたんで、あの、そういった意味ではもう達成してるし、えー、海外留学はもうしてるんじゃないかっていうふうに言う人も多いんですけども、僕はただの海外留学ではないと思います。えー、こちらになると思うんですね。えー、っと、青にのをいていきますね。まあ、国がちょっと青、青のようなイメージが、青、なんだろう、まあいいや、えー、ロシア、うん、はい。 ロシアへの海外留学の可能性はあるんじゃないかなって思うんですよね。はい。で、その、まあ、海外留学といいますかね、少しこう、ロシアのやっぱり雰囲気とか、えー、まあ、そういったもの、憧れっていうのを羽生選手持ってると思うので、えー、その、 まあ、ロシアに行く可能性もやはりなくはないんじゃないかなと。しかもそれはですね、えー、フィギュアスケートの、なんてうんだろう、あの、子供たちをね、えー、教えに行ったりとか、えー、なんかそう、ロシアに対してこう、何か貢献をする。うん。その、貢献をするような方向に、えー、進むんじゃないかなと、いうふうにも思いますね。貢献ですね。 ちょっと色が分かりづらくて申し訳ないんですけども、ロシアに行ったりして、えー、他の子供たちに教えたりとか、えー、ロシアには羽生選手を好きな人はいっぱいいますし、えーまあ、国を挙げてフィギュアスケートを盛り上げていくっていうのがロシアではあるので、まあ、そういった意味でその、まああの、ロシアも羽生選手結構好きな人が多いんですよね。まあ、そういっても子供たちも羽生選手のことを尊敬してるし、えー、それからロシアの先生方も羽生選手をすごく尊敬しているというのがありますので、羽生国にぜひね、来てほしいという人も結構多いと思います。 思うんですよね、はい、なので、まあ、もしかすると留学するんだったらまあ留学というのかな、えーまあ、プロフェッショナルでもいいのかな、えー、仕事として行くんだとしてもロシアに行く可能性は、えー、あるんじゃないかなっていうふうにも思うんですね。はい たたただです、ね、僕はあのこれが言いいかっんんじゃないんですよ実は羽生選手って、えー、皆様ご存知の通り日本大好きなんと思うんですよやっぱり大きな、ね、日本の国歌大きな声で歌ったりとか、えー、国旗を丁寧に扱ったりとかね、えー、国旗を丁寧に折りたたむっていう,うにあにファンの方も、えー、言っておられましたけれども、えー、本当にね国旗の扱い方が本当に丁寧なんですねはいでまあ日本をすごく愛しているというか、まあ、そういったイメージがあるので、まあ、そういった意味で、えー、まあちょっと 日本と、ね、ロシアって少し政治的に仲が悪いっていうのがあるわけですよ。うん、だからまあその日本とねロシアの関係をよ,よくしていく。うん な何て言うんだろう。あんまりこう、なんかロシアがやっぱり好きじゃないっていう日本人も多いんですけれども、ね、羽生選手は逆にこの日本とロシアの関係を良くしていくような、そういった存在、本当にもう大きな存在になるんじゃないかなというふうにも思うんですね。えー、フィギュアスケートをね、子供たちに、ロシアの子供たちに教えて、えー、日本の素晴らしさっていうのを届けつつね、えー、日本人で、えー、この、ロシアの子供たちを教えるというのは、まあ、なんかその、なんかね、なんか日本人の、な,なんだろう、なんか、日本人なんだから日本人を教えて、 日本を強くさせていくっていう、えー、そういったあのあの方もあるんですけれども一方でね、えー、この日本人で羽生選手を尊敬ロシアで尊敬,して尊敬されている、えー、羽生選手がロシアの、えー、子供たちやスケーターを教えるというのは、えー、日本とロシアの関係を、ね、良くしていくそういった、えー、ことにもつながると思うんですよやっぱり、うん、ですので、えー、そういったなんていうんだろう温かい本当にそういった心温かい何、えー、だろう 人になるんじゃないかなっていうふうにも思うわけですね。はい。 まあちょっとよくこうなるのかどうかわか,かりませんけれども、なんか羽生選手を見ていると、え、国をね、え、なんかそれ、それすなわち、こう、日本をなんかこう、なんて言うんだろう、世界をこう、世界になんか貢献をしたりとかするっていうのが、なんか日本、なんか国民的にこう、なんだろう、えっと、反日みたいな,な、反日じゃなくて、えっと、えっと、非国民だみたいなっていうのをある、いう人もいるんですけれども、一方でこう、世界をね、え、世界をこう、なんだろう、の良さを伝えたりとか、え、それから、まあ、世界に行って、日本の素晴らしさを 伝えたりとか、そして日本、世界の他の国とね、関係を良くしていこうっていうこと自体も、それも日本の素晴らしさっていうふうに思うんですよ、僕は。うん。何よりもこう、日本、日本、日本、ね、日本が、ね、あの、だけをね、良くしていこうっていうんじゃなくて、世界を見て、世界の人たちをこう、何度も、まあ、救うといいますかね、こう大事にしたりとかっていうのも、あの、一方で、素晴らしいことだというふうにも思うんで、まあ、本当にこう、そういった意味で、日本を愛してるからこそ、こう、 ねえー、世界をねえに行くと世界に行ってえー、世界の子供たちをにスケートを教えるっていうようなそんなねえー、姿でのを羽生選手を見ていてえー、すごく思いますはいこんな感じになりますねえー、まあ、これからも羽生選手の活躍本当に楽しみです、えー、フィギュアスケートを超えてまあ、もちろんフィギュアスケートを 音に、ね、関係するような、えー、仕事にをしたりすると思いますけれども、わ、えーまあ、かりませんけれども、まあその人生、羽生選手のこれからの人生どうなるのかっていうのを、えー、見つつ、またこう見習いつつね、えー、僕も頑張っていこうかなっていうふうにも思いますね、羽生選手を見ていると。はい。まあ、ですので、えー、これからも、えーまあ、フィギュアスケートをまたね、えー、活躍を応援しつつね、えー、皆さんと楽しんでいけたらいいんじゃないかなと思います。 はい。それではね、今日は羽生選手のセカンドキャリラについて、えー、ちょっと予想をしてみました。コれエーションになります。